こちらスネーク。大佐、聞こえるか？了解だ、スネーク。状況はどうだ？やはり地上へのルートは中央の昇降機だけらしい。そうか。予定通り昇降機を使って地上へ出るしかないか。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。無線機を使いたいときはセレクトボタンを押すんだ。こちらから連絡がある場合はコールする。コール音が鳴ったらセレクトボタンを押してくれ。耳小骨を直接振動させるものだ。敵には聞こえない。わかった。作戦に入る。これが潜入任務だということを忘れるな、スネーク。敵は多数、君は一人。もし見つかってしまったらあっという間に取り囲まれるぞ。そうなったら勝ち目はないわ。まずはそこの奥にある昇降機に乗って地上に出る。それからダーパ局長を探すんだ。これが潜入任務だということを忘れるな、スネーク。スネーク、そこに地上に登るための昇降機がある。昇降機が降りてくるまで待つしかないぞ。どこかに身を隠すんだ。昇降機。
こちらスネーク、地上の廃棄所前に到着した。予定通りだな。ブランクがあるとは思えん。スニーキングスーツはどう？ドライ効果は高いな。だが身動きが取りにくい。我慢して、低体温症を防ぐためよ。そこはアラスカなのよ。分かってる、感謝してるさ。君が注射してくれた不凍液のおかげで水中で凍りつくことはなかった。不凍とペプチドよスネーク。今回の演習でゲノム兵も使用してるわ。なるほど、安心した。実験済みってわけだ。ところで陽動作戦の方はどうなった？すでに F-16 が2機、華麗な基地からそちらに向かっている。今頃はテロリストのレーダーにも捕捉されているはずだ。ハインド D。 大佐、ロシアのガンシップがなぜここにある？わからん。だが奴らが陽動作戦に引っかかったのは確かなようだ。今のうちに潜入してくれ。彼らの指定したタイムリミットまで18時間を切っている。もう時間がないんだ。それにしても、この嵐の中でハインドを飛ばすなんて無茶ね。誰だ？ああ、まだ紹介していなかったな。ソリトンレーダーと無線機システムの開発者、メイ・リンだ。画像、データ処理の専門家として同行してもらった。レーダーや無線機については、彼女に聞いてくれ。はじめまして、スネーク。伝説の英雄とお話できるなんて嬉しいわ。どうしたの？いや、画期的な軍事技術の開発者がこんなに可愛い女の子とは思わなかったもんでね。スネークったらお世辞は下手ね。お世辞じゃない。これからの18時間退屈せずに済みそうだ。何それ、伝説の英雄に口説かれちゃった。でも意外ね、こんなにフランクな人だとは思わなかったわ。俺たちは互いの職業に偏見を持っていたみたいだな。そうみたい。これから理解を深めていくことにしましょう。それじゃあソリトンレーダーの説明をするわ。中心の光点がスネーク、あなたよ。赤い光点が敵の位置、青い円錐が敵の視界。スネーク、気をつけてね。ゲノム兵はジンセラピーを受けているから視覚と聴覚が鋭いわ。視界に入らないように注意して。まずは廃棄所に潜入してダーパー局長を探すんだ。局長にもあなたと同じ GPS 発信機用のナノマシンが注入されているわ。レーダー上に緑の光点となって表示されるはずよ。彼からテロリストたちの情報を聞き出せ。もし生きていたらの話だがな。スネーク、ソリトンレーダーは気象には影響されないけど、敵に発見されると使えなくなるわ。うん、簡単に妨害されてしまうんだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術なの。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから気をつけて。君の行動はレーダーを介して我々がモニターしている。何かあれば無線機を使ってくれ。わかった、寂しくなったら連絡する。無理をしないでスネーク。何かあれば私たちに相談して。潜入データの記録も私が担当してるの。セーブしたいときは私に連絡してね。周波数は 140.96、セーブ用の専用回線よ。覚えていてね。今回も双眼鏡以外の武器装備は全て現地調達だ。ドクターに丸裸にされて何もかも取り上げられたからな。あの時の気持ちも分かってもらいたいな。分かったわ。生きて帰れたら私を調べていいわ。それは夢のある話だ。悪いがタバコだけは携帯させてもらったよ。どうやって？胃の中にね、君が胃液を抑える薬を入れてくれたおかげだ。タバコなんか何の役にも立たないわよ。そうとは限らんよ。潜入するとすればまず正面の扉、一番の近道だが敵に見つかる可能性が高そうだな。
ノックしても簡単に開けてくれるとは思えん。左と右に保証が1名ずつ。装備は 5.56 ミリのトランペットにパイナップル。正面扉の脇にあるダクトはどうだ？2階にもダクトがあるはずだ。ここからでは見えないな。潜入ルートは君次第だ。スネーク、頼むぞ。スネーク、君の任務は潜入だ。戦闘ではない。敵に見つかるなよ。しかし君は早くも敵に見つかってしまったようだな。残念ながら作戦は不利になってしまった。気をつけるんだ。まずはダーパ局長を救出するんだ。正面の建物に潜入しろ。侵入口を探せ。スネーク、どうしたの？中国にはね、ヒップの言う一人に適するものなりっていうことわざがあるの。むやみに戦いを求める愚か者の勇気は一人の敵を相手にするのが精一杯って意味よ。スネークはたった一人で敵の中に潜入してるんだから、やたらと戦闘を仕掛けたりしないで慎重に行動してね。分かってる。ことわざに詳しいみたいだな、君は。私、生まれも育ちもアメリカだけど、国籍は中国、広東省なの。母国の文化には興味があって、いろいろ勉強したわ。これからもいろいろなことわざ教えてあげるね。そりゃありがたい。だがそれよりも君のことをもっと知りたいな、俺は。そのうちね。何の音だ？気のせいだ。ん？何の音だ？気のせいだ。
めろ。基地の運営には換気が欠かせない。汚れた空気を捨て、新鮮な空気を取り入れるための排気口があるはずだ。それと膨大な電力を消費するためディーゼル発電機などを備えている可能性もある。発電には空気を消費する給排気口が必要だ。さらに信じられんことだが、陽動作戦に使った F-16 が撃墜された。ハインド D にな。リキッドから我々に連絡が入った。今度またふざけた真似をすると容赦なく核を発射するとな。スネーク、潜入を急げ。もうじきハインドがヘリポートに帰還するぞ。スネーク、マクドネル・ミラーだ。懐かしいな。マスター、どうして？私はブーツキャンプの教官を辞めてアラスカに住んでる。君と同じく隠居生活だ。たまにはアラスカスカウトの教官をやったりはしてるがな。お互い世代交代の時代か。キャンベルから今回のこと聞いた。サポートさせてもらおう。マスターのサポートがあれば心強い。サバイバル教官としての経験、知識を役立ててくれ。それと私はアラスカに暮らして君より長い。アラスカの環境、動植物のことなどに詳しいつもりだ。周波数は 141.80 だ。そのネズミはアラスカハタネズミだな。心配するな、害はない。野生のハタネズミは厚い脂肪層も持たず、冬眠もしないのに極寒を生き延びることができる。雪の下にトンネルを掘り、そこで寒さを耐えるんだ。サバイバルの専門家だな。見習うべきか。激しい一面もあるぞ。ハタネズミの中にはメスと交尾したオスが、そのメスと他のオスの子供を殺す行動に出る種もある。自分の遺伝子を残すためか。よくできたプログラムだ。ネズミがいるということは出口があるはずだ。ネズミの向かった方向に行ってみろ。フロア移動はエレベーターを使え。どこかにエレベーターがあるはずだ。それを探すんだ。よく連絡してくれたな、スネーク。念のために無線機の操作説明をしておこう。スネークから送信するときはセレクトボタンを押してくれ。無線機モードに入る。無線機モードに入ったら方向キーの左右で周波数を合わせる。それから方向キーの上か丸ボタンを押せば、その周波数で通信をすることができる。無線機には一度会話した相手の周波数を記憶しておく機能もついている。無線機画面で方向キーの下を押せばメモリーウィンドウが開く。メモリーウィンドウの中には記憶された周波数のリストが表示される。通信したい周波数を選択して丸ボタンを押すだけで、その周波数で通信をすることができるぞ。メモリーウィンドウから通常の無線機モードに戻りたい場合は×ボタンを押せ。万が一見つかってしまったら、敵は一斉に君を攻撃してくる。その状態が危険モードだ。そうなったら危険を脱する方法は2つしかない。追いかけてくる敵を全て倒すか、
一定時間逃げ切るかだ。どれだけの時間逃げればいいかは画面右上を見ればいい。レーダー部分にカウントダウンされていく数字が表示されているはずだ。その数字がゼロになるまで君が逃げ切ることができたら、敵は攻撃をやめ回避モードになる。回避モードになったからといって気を抜かないで。敵はまだあなたを探し回ってるわ。見つからないようにうまく隠れて、レーダー部分に表示されている数字がゼロになるまで発見されなければ敵は自分の持ち場に戻っていく。そうなればひとまず安全よ。とにかく敵に見つからないことを一番に考えろ。無用の戦闘は絶対に避けてくれよ。君はまだ武器を手に入れていない。戦闘になったら素手で切り抜けるしかないぞ。いいかスネーク、素手で敵と戦う場合の基本はパンチだ。アクションボタンを押せ。連打すればコンボで敵を吹き飛ばすことができるぞ。武器を装備していない場合のみ敵に接近して方向キーを押しながら武器ボタンで投げ技が使える。パンチよりも大きなダメージを与えることができるぞ。方向キーを押さずに武器ボタンを押した場合、締め技になる。一時相手を気絶させることができるぞ。そのまま締め続ければ相手を倒すこともできる。喝殺自在だ。うまく使うんだぞ。スネーク、まずダーパ局長を保護しろ。彼の手がかりを探すんだ。思い出にふける時じゃない。今は考える時だ。考えるのが一つの脱出路になる。難しく考えすぎて行き詰まったら単純化して考えろ。キャンベルあたりに相談するのも手だ。実戦で鍛えられた兵士はいつでもどこでも仮眠を取るコツを身につけているものだ。 VR シミュレーターでの訓練しか経験していない連中との大きな差だな。長時間プレイした後は仮眠を取るべきだ。午前3時前後は人間の精神活動が最も鈍くなる時刻。人間の判断も鈍る。今睡魔の中でいるのなら仮眠を取ったらどうだ。ナスターシャ・ロマネンコだ。よろしくな、ソリッド・スネーク。あんたが大佐の言っていた核の専門家か。そうだ。核に関する質問があったら何でも聞いてほしい。それにこれでも軍事アナリストだ。兵器の知識でも君をサポートできると思う。この作戦には各緊急捜索チームの顧問として参加を要請された。喜んで引き受けさせてもらったよ。テロリストによる核攻撃など許すわけにはいかない。協力させてくれ。随分と勇ましいんだな。実際に核が撃たれようとしているんだろ。核の問題というのは全人類にとって常に他人事ではありえないんだ。傍観はできない。と言っても今の私にできるのは君に助言をすることぐらいだが。それで十分だ。誰もあんたにここに来て戦うことなどは望んでいない。それは俺の役目だからな。ナスターシャ、よろしく頼む。こちらこそ。
葉局長を捕らえたわ。緑の光点で映ってるのがそうよ。早く助けてあげて。そこを登るにはアクションボタンを押せ。どうやら風邪をひいたようだ。アラスカがこんなに厳しいなんてな。しかしあの女、結構いい線いってるよな。スネーク、ダーパ局長のレーダー反応はその辺りにある。どこか降りられるところはないか。主観でよく探してみろ。助けに来た。ダーパの局長、ドナルド・アンダーソンだな。助けに来た。どこの種族だ。俺はあんたらのようなろくでなしを助けるために雇われた哀れな捨て駒だ。本当か。確かにテロリストの一味ではないようだな。ならばここから早く出してくれ。大丈夫だ、心配するな。先に情報を知りたい。テロリストのことだ。テロリスト？奴らは本当に核を撃てるのか。どういうことだ。テロリストはホワイトハウスを脅迫している。要求を飲まなければ核攻撃を仕掛けると言ってな。なんということだ。どうなんだ。可能だ。奴らは核を撃てる。どうやって撃つつもりだ。ここは解体した核弾頭を保存しておくための施設だろう。核ミサイルなんてないはずだ。それは表向きの話だ。いいか、ここである新型兵器の演習が行われていたのだ。兵器市場に残るな。何？地球上のあらゆる地点からの核攻撃を実現する。核搭載歩行戦車。メタルギア、まさか。知っているのか。メタルギアは極めて機密性の高いブラックプロジェクトの一つ。どこでその名を知った。昔から多少縁があってな。あんたがこの廃棄所にいたのはそれが理由か。そうでなければ私がわざわざこんな偏僻なところまで来たりはせん。メタルギア計画は全て破棄されたと聞いているが。いや、アームズテック社と我々の手で大きなプロジェクトに育て上げた。今回の演習を材料にして量産に移行する計画だった。
奴らの決起さえなければな。決起？レックスはテロリストの手に渡ってしまった。レックス？メタルギアレックス、新型メタルギアのコードネームだ。もう奴らはレックスへの核弾頭装備を完了しているはずだ。奴らはその道のプロだ。兵器の整備、取り扱いにも慣れている。おい、うるさいぞ。静かにしてろ。しかし、核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。ああ、パルのことか。確かにパルはある。2つのパスワードを入力しなければ発射できない仕組みだ。パスワードが2つ？そうだ。私とベイカーが一つずつ知っていた。ベイカー？誰だ？ケネス・ベイカー、アームズテック社の社長だ。我々2人の起爆コードを両方とも入力しなければ発射はできないのだが、私のパスワードは知られてしまった。喋ったのか？サイコマンティスは人の心を読む。抵抗はできん。サイコマンティス、ホックサンドの一員だ。レーディング能力を持っている。厄介だな。おそらくマンティスはベイカーのパスワードも。もし奴らがベイカーの起爆コードを手にしていたら。そうだ、いつでも核を撃てる。だが核発射を止める方法はある。何？鍵だ。鍵？システムの開発元であるアームズテック社が緊急時のために用意しているものだ。暗号を使わずにセーフティーを入力解除できる。それを使えば。ああ、核発射を食い止めることができる。あの鍵が？その鍵はどこに？ベイカーが持っていたはずだ。いいか、鍵は3つ必要だ。ロックは3箇所ある。それを解除すればいい。鍵は3つあるんだな。それで、そのベイカーの居所についてあんた何か知っているか？地下2階のどこか。地下2階？妨害電波が出ている地域に移されたらしい。見張りがそんなことを言っていた。手がかりは？奴ら入り口を塗り固めたらしい。だが十分な時間はなかったはずだ。壁の色が違うところを探してみてはどうだ。これを渡しておこう。私の ID カードだ。セキュリティレベルが1の扉なら開く。このカードはパンという人体通電技術を使っている。パーソナルエリアネットワークか。人体の持つ塩分を伝導体としてデータ伝送を行うものだ。扉のセキュリティ装置に近づくだけでカード内のデータを確認する。近づくだけで扉を開けられるということだな。分かった、脱出するぞ。ちょっと待ってくれ。なんだ？他にパルを解除する方法を聞いているんじゃないのか？お前の雇い主から。いや、本当に何も聞いていないんだな。くどいな。ではホワイトハウスは要求を飲む気があるのか？それは奴らの問題だ。俺の任務とは関係ない。しかし、ペンタゴンは。ペンタゴン？うわ、どうした？なぜ？うわ、どうしたの？うわ、何かあったの？ねえ。うわ、何があった？わからないわ。心臓発作のようだけど。心臓発作？もしや大佐、俺に何か隠しているのか？ない。分かってくれ。今回のテロはコードレッドのセキュリティレベルが敷かれている。
真相を知るには最高度のセキュリティクリアランスが必要だ。作戦を任されている大佐が最高機密のアクセス権限を持っていないというのか。本作戦の司令官は国防省長官だ。私は君のサポート役に過ぎない。スネーク、議論をしてる時間はない。そっから脱出しろ。ベイカー社長を探すんだ。局長を殺したわね。ひどいこと。リキッド。いや違う。動かないで。人に銃を向けるのは初めてか。手が震えてるぞ。出るか、新米。バカにしないで。新米じゃない。嘘をつけ。視線が定まらず自信が感じられない、その目つき、新兵特有の目だ。生身の人間を撃ったことないだ。無駄口の多い男ね。安全装置が外れてないぞ。言ったでしょ、新米扱いしないで。奴らの仲間じゃないな。そこの扉を開けなさい。カードを持ってるでしょ。どうして。ここからおさらばするためよ。その必要はなくなったようだな。何をしてる。撃て、拾うな。何をしてる。撃て、拾うな。言ったでしょ、新米扱いしないで。撃て。もうあんたには用なしね。待て。お前は一体。バカな。殺してしまうとは。すいません、つい。こいつの精神防壁は強力だ。ダイブできなかった。まずいな。このままでは起爆コードは。ボス、俺にいい考えがある。くそ。
ナオミ、今おかしな幻覚が見えた。ナノマシンの故障じゃないのか。いいえ、スネーク。ナノマシンは正常に作動しているわ。じゃあ何だって言うんだ。それはきっとフォックスハウンドのサイキック、サイコマンティスの精神干渉ノイズよ。彼の記憶の一部が逆流してきたんだわ。あれがマンティス。遅かったか。生きていたか。アームステックの社長ケネス・ベイカーだな。心配するな、助けに来た。触るな。C4 爆弾。そいつともども C4 が爆発する。お前がボスのお気に入りか。お前は。私はフォックスハウンド部隊リボルバーオセロット。待っていたぞ、ソリッドスネーク。お前が噂通りの男かどうか試してやる。こいつは世界で最も高貴な銃、
シングルアクションアーミーだ。6発だ。6発以上生き延びた奴はいない。私がなぜリボルバーと呼ばれているか、じっくりと味合わせてやる。来い来い。隠れても無駄だ。私には弾の気持ちがわかる。冗談を操ることができる。よし、生き返った。さあ、行くぞ。やはりボスと同じ行動を持つ男。久しぶりだよ、これほど充実した戦いは。そろそろ本気を出していこうか。何？右手だ！話せるか。君は。奴らの仲間ではない。ダーパ局長は起爆行動を知られたと言っていた。あんたの起爆行動は。なるほど。ジム、ペンタゴンの使いか。質問に答えろ。起爆行動は時間がないんだ。私は喋ってしまった。何？これで起爆行動は二つとも奴らの手に渡ってしまった。私だって抵抗しなかったわけじゃない。マンテスの侵入はかわしたんだ。サイコソルジャーのリーディングをどうやって。精神手術だ。精神手術。我々のような極秘行動を知る者はみんな手術を受けている。ダーパ局長もそうなのか。そうだ。確か局長はマンティスに起爆行動を読まれたと。聞き違いじゃないのか。いや、まあいい。なぜあんたの起爆行動は奴らに知られた。拷問に耐える訓練など受けておらんからな。その様子じゃ相当可愛がられたようだな。あいつは普通じゃない。明らかに拷問を楽しんでおった。その腕は。奴におられた。おあいこだ。あいつも腕をなくした。面白い男だな。それでダーパ局長はどうした。無事か。死んだ。なんだと。まさか。
約束が違うじゃないか、自分め。やはり私の口封じを。落ち着け。何を勘違いしている。俺はあんたを助け出すように言われただけだ。ダーパ局長も俺が殺したわけじゃない。心臓発作のようだった。心臓発作だ、バカだ。とにかく起爆コードは2つとも奴らの手に渡ってしまった。練習完全にイカれとる。奴らなら核の発射をためらうことなどない。だろうな。一体奴らの目的は何だ。さやな。だが我々武器屋が必要とするように彼らも戦争の火種を必要としているのかもしれん。いずれにせよ好きにさせるわけにはいかない。今も鍵を持っている。鍵。起爆コードを緊急解除する鍵だ。あんたが持っていると聞いた。もうここにはない。なんだって。まさかテロリストに。いや、女に渡した。女？誰だ。一緒に独房に入れられていた兵士だ。独房？あの女兵士か。当日演習に合流したばかりの新兵らしい。蜂起への参加を断って捕まったと言っていた。当日に合流では、あの女が大佐の名医。鍵は彼女に渡した。脱獄には成功したらしいが、無事だろうか。無事だろう。新米だがしたたかだよ彼女は。しかしどうして脱獄のこと。彼女とは無線機で連絡を取り合っていたんだ。ここに縛られるまでな。無線？そうだ、監視から奪ったものらしい。今でも彼女が無線機を持っていたら話せるはずだ。大丈夫、持ってるはずだ。周波数帯はどこを使っていた。よし、無線機の周波数を教え。すまん、ど忘れした。くそ。そうだ、パッケージの裏に載っているはずだ。連絡を取ってみろ。ああ、まず彼女に話を聞いてみよう。鍵が手に入らなかった場合、核発射を防ぐ手立てはあるのか。そうだな、うちの社員のハル・エメリヒという男を探してみろ。誰だそいつは。メタルギアプロジェクトの開発チーフ、優秀な技術者だ。少々変わり者だがな、あいつなら発射を食い止める手立てを考えつくかもしれん。方法を思いつかなければ。破壊するしかない。エメリヒなら破壊方法も知ってるはずだ。その男はどこに。おそらく核弾頭保存棟のどっかに軟禁されているだろう。ここから北にある。奴の仕事場はそこだった。分かった。しかしなぜメタルギアなんだ。核の時代は20世紀末に終わったはずだ。それは違う。核の脅威は消えてはいない。戦よりもよりリアリティを増している。使用済み核燃料、解体核プルトニウムは今も増え続けている。あんたどこでもいいが、核物質貯蔵庫を見たことがあるか。いや。広くもない地下貯蔵庫に核廃棄物を入れた容器が山積みになっている。核物質には有効な処理法も利用法もないからな。ただ放り込むしかないということか。うん、しかもその管理は自賛を極める。多くの貯蔵容器が腐食し、廃液が漏れ出していた。ひどいな。いや、それだけじゃない。年に何キロかのマフも発生している。マフ。核物質不明量を示す言葉だ。核物質の闇取引が横行している証拠だ。さらに冷戦の終結以来、特にロシアの核技術者は職にあぶれ、行き場を失っている。つまり核兵器製造に必要な技術者と核物質、そのどちらも簡単に手に入るんだよ。どんな小国でも核武装可能な時代になったんだ。他の核大国はどうなんだ。ロシアも中国も依然として核抑止を継続している。核廃絶の実現など不可能なんだ。だからこそ抑止理論を保つには圧倒的な兵器が必要なんだよ。それがメタルギアか。うん、平和という幻想に基づく軍縮。折からの経済不振で我々の業界は大きな打撃を被った。大手兵器企業の買収合併、よく聞く話だな。次期主力戦闘機計画の入札にも失敗した我が社にとって、メタルギアシステムは生き残りをかけた切り札だった。そのためにブラックプロジェクトとして開発を進めていたんだが。ブラックプロジェクト。ペンタゴンのブラックバジェットによる隠密計画だ。余計な手続きを避け、兵器開発でリードタイムを稼ぐことができる。誰も手出しはできる。たとえ国防省監視委員会の連中でさえもな。
癒着か。軍産複合体と言ってくれ。今回の演習結果で正式採用が決められるはずだった。あんたの会社の経営がどうなろうと知ったことじゃない。あんたら兵隊に我々の苦悩など分かるまい。ほら、これが目的なんだろ。それは光ディスクだ。ここに全てが入っている。ハードディスクは銃弾でクラッシュした。データはもうこの中にしかない。何のデータだって。例の演習データを収めている。別に届けることはない。あんたはこれを回収するように言われてきたんだ。私はあの拷問マニアからこれを守りきった。奴らはこのディスクの存在にまだ気がついていない。この方はジムに、あんたのボスにちゃんと報告しておいてくれよ。カードも私の子、セキュリティレベルが2の扉ならこれで開く。歩けそうか。いや、ここで休ませてくれ。奴らももう私には用はないはず。もう一つ聞きたい。さっきの忍者は何だ。何か知ってるんじゃないのか。あれか、あれはホックスハウンドの暗部だ。暗部？実験体、ゲノム兵士が。もう知ってるのか。私よりホックスハウンドのドクターナオミ、ハンターに聞いてみたらどうだ。ナオミ、とにかく奴らを止めねばならぬ。あれが公になれば我が社も私も終わり。メタルギアは既存技術じゃないのか。それ自体はな。おい、クソ、何かしたな。まさかな。ペンタゴンの役人どもめ。そうか、そういうことか。何を言ってる。やつらは、お前が利用し。なぜだ。大佐、聞いてるか。こいつも死んだぞ。分からん。いいか、隠し事はするな。心臓発作のように見えるけど。毒物じゃないのか。確かに大量投与すれば心臓発作を起こす薬物はいくつかあるわ。塩化カリウムとかジゴキシンとか。でもそれは検証しなければ分からない。スネーク、頼む。メリルと協力してくれ。あいつは信用できるのか。私よりは信用できるだろう。メリルに連絡を取ってみてくれ。スネーク、そこは妨害電波が出ているわ。私たちのようにバースト通信なら大丈夫だけど、通常通信はできないはず。そのエリアから出てみて。スネーク、冷静になってくれ。ナミ、聞きたいことがある。さっきの忍者は何だ。フォックスハウンドの隊員か。違うわ。心当たりはないんだな。ええ、うちにあんな隊員はいない。そうか。スネーク、頼んだぞ。
うやら赤外線センサーが仕掛けられているようだ。なんとか赤外線をくぐり抜けるようにしろ。ダーパ局長、ベーカー社長、2つの起爆行動は両方ともテロリストに知られてしまったということか。ああ、そして2人とも死んだ。スネーク、2つの起爆行動が奴らに知られてしまった以上、核発射を食い止めることができるのはメリルの持っているという起爆行動を緊急入力、解除するための鍵と。ベーカー社長の言っていたメタルギアの開発チーフだけか。ハル・エメリヒとかいう。とにかくメリルと無線で連絡を取ってくれ。
周波数はパッケージの裏に書いてあると言ってなかったか。どうしたの？